はい、それではですね、英単語の記憶の実況中継ということで、今日はですね、5月の27日ですかね、日曜日になりますね。で、この、スーパーボキャブラリーというね、単語集をやり始めてからですね、それがやり始めてから2日前ですかね、金曜日の夕方、夜前だったと思いますけどね、ビリビリ破るビデオをですね、撮影しましたけども、そこから考えて、1日半ですかね、ぐらいに経ってますと。で、その時に範囲を絞ったのが、この、分野別のね、経済ビジネスとかから始まる、最後スポーツとかね、そういうのも入れた分野別の語彙ということで、50ページほどの、抜き出して、やったもんですね。これだとね、回転しやすいということで、手元に持って、リビングのとこで、ご飯を食べる前とかちょっと時間があったりですね、テレビをちょっとニュースを見ながらの時でもチラチラとこう眺めながらという感じで回転しました。前回のビデオとですね比べてもらったら、ちょっと書き込みがちょっとは増えてるかなみたいな感じですね、な感じになってます。実際にやってみてですね、要するにこうどういう状態に持っていくのかって目的ですね、その辺って結構大事になってくるんですけど、自分自身今回はね何か試験に、挑戦するっていうわけではないんですけども、特にこの語彙のとこはですね、こういう表現をするんだっていう、そういうところですね、それが分かればいいのかなっていうのも思ったりします。ちょっと見てもらうとですね、全く新しい単語というよりも単語の組み合わせですよね。知ってる単語を組み合わせて、こういう表現になるんだとかね。例えばですね、ここに貿易摩擦って出てますね。トレードフリクションとかね。トレード、貿易。これはトレードっていうのはなんかわかりそうですよね。フリクションってフリクション。これは知ってる人知らない人いるかもわかんないですけど、摩擦っていうんですね。で、トレードフリクションって言って、貿易摩擦なんだな、みたいなね。で、こうやって見とくと、そうなんだっていうね、ことがあると。で、そうですね。多分英語を見たときには、なんとなくの意味は分かってね、あんまりその要所読むとか新聞読む上ではそんなに、邪魔にはならないと思うんですけどね、もうね。ただこれ消していいかっていうと、貿易摩擦って言われた時に、じゃあどう英語にするのかっていったところが、すぐトレードフリクションとかね、そういうの出てくるかっていうと、その辺はなんかあんまりピンとこないんで、とりあえずまだ消さないでね、とりあえず眺めていくみたいな感じですね。そんな感じでやってます。で、ただそれでもこう、明らかなものはこう消していくっていう感じで、こうやってね、マジックで消してやったりします。そうですね。だから今やってる、これの目標としては、こう、英語を見て、日本が出るか、すぐ日本が出るかっていうのが一つの目標ですけども、そしてまた日本語を見て英語がパッと出てくるかみたいな、両方ですね。両方を確認しながら、それがもう当然だよなという、ことになってきたら消していくっていう感じですね。だからその焦って消さずに眺めていくっていう感じにしてます。ちなみに消してるやつですね。これ、Foreign Exchange Rate ですね。外国為替レートっていうことで。これはね、よくもう最近ね、ユーロとかね、そういうのが、あってますから、分かってるから、消しましたね。で、こうやって EEZ ってね、Exclusive Economic Zone とか、排他的経済水域っていうことで、書いてますけど、こういうのをね、EEZ って出たときに、すぐパッと出てくるかっていうとね、Exclusive Economic Zone の略だって出てくるかっていうと、そうでもないんで、とりあえずこう書いていく。こうやってね、こうやってこう余白に書いておくとね、これだけじゃないですか。これだけのパッとも目に入りますよね。そうすると、イギリスエコノミックゾーンだったなっていうことを繰り返し始めるわけですね。そうするとだんだん常識化していくっていう。特に略語なんかね、ちょっと書いてますね。BILF っていうのはね、これはなんか、イケメンっていう、だそうですね。Boyd I'd like to fuck っていうね。そういう略語ですね。それをイケメンと訳すかどうかは別にして、面白いなと、BILF って、とりあえず書いてこうやって他のね、あんまりこう読む気はしないですね。これちょっとね、新語クイズっていうことでね、ちょっと読みにくいような感じになってるんですけどね、いちいちこう一つずつ全部まで読まないんで、とりあえずこれぐらいをやって、ちょっとでも引っ掛けを作るっていうことですね。ここ消したら多いですけど、こんな感じですね。例えばガバメントボンド、国際ガバメントボンドとかって言ってね、カントリーボンドとか言わないですね。ガバメントボンド、政府債みたいな、ね、感じですけど、確かにそうですよね。そういうのも、ガバメントボンド、国債っていうのはね、国債なんていうのって言われてね、ガバメントボンドですぐ出てこないかもわかんないですけどね、そうなんだって。これも1日半回してたらね、そうなんだっていうことで分かってくるんで、これ消してますけどね。こんな感じですね。
でだんだん範囲を広げてきたということです。まあこれ50ページあって、まあ最後の方はまだそんなにね、回転といってもまだ楽にはしてませんけどね、まあこの辺りはね、まあ当たり前のね、ブロンズメダルとかね、ドーピングテストとかね、バックストローク、背泳ぎね、プッシュアップ、腕立て伏せとか、まあその辺はなんかもう、まあ、ね、当たり前って当たり前なんで、まあ、人によってはね、そんな、あ、そういうんだっていうかもわかんないですけど、まあそれは決してやると。まあですね、まあこういう、まあこういう消すって結構大事でね、消しておくとやっぱり、こう消せない、消してないとこういうの目につくじゃないですか。そうするとやっぱりそっちに意識が取られるんですけど、こうやって消してあるとね、もうここにもう見ようとしないと意識いかないですから、そうすると、まあ、他の言葉に今度はまたパッとめくった時にね、あ、ラジオ体操っていうのがあるんだみたいなね、あ、失礼しました、ラジオ体操っていうのがあるんだみたいなね、ラジオジムナスティックエクササイズっていう、まあ、それを知ったからどうなっていう話もありますけどね、まあ、結構ねこれそういう単語多くてね、どこまでこう本当の役に立つのかみたいなねとこあるんですけど、まあでもこうやって消しておくと、こうやって他のところに目が出てね、そうするとまあラジオジム出す時エクササイズっていうのは、まあ最初読むときはここそんな意識いかないわけですよね。なんかそんな いかなかったんです私はね。だからそういう意味で、いかなかったんです。こうやって消していくとだんだん他のところに意識がいく。そうするとまたこうやってね、ラジオ体操って、まあこれだけかもしれないです。ね。このページで読む気になるのはね、ラジオ体操というものだ。これ消してるわけじゃなくてね、ちょっと強調するために書きましたけどね。そうするとラジオジムナスエクササイズなんだって、まあここページめくった時に今度はもうそこを見るわけですね。あ、そうするとだんだんこう覚えてくるじゃないですか。そうするとこれが回転して、でまあこれを見て余裕が出てくると、また他のところにね、新体操、アリズミックジムナスティックスっていうんだみたいなね、そういう、まあそんな感じで、だんだんこう、あの1分スピード記憶勉強法にも書いてますけども、まあ要するに数を減らすっていうことですね。あのこれ全部こう覚えなきゃとか全部読まなきゃっていうと、もうそれだけでこう、頭残んないと思うんですね、なんかボワッとして。だからそれも数を減らして、で回転さすと、でこうやって回転さす中で、こうやってこういうのもメニューはちょっとは入ってますからね。でそういうのがこう、こういうのが一つ常識化してくると、だんだん他のものにも目がいってくるっていう、だんだん範囲を広げるっていうことですね。そういうやり方がやっぱり無駄がないと思いますね。でここに時代劇って書いてますけど、これもまあこういろんなアートレジャーの語彙ということで、いろんなこう言葉がね書いてあるんですけど、まあこれを一つ一つこうしっかり覚えようっていうのをパッと見て、なんか目につくのがこう時代劇っていう言葉だったっていうことですね。時代劇、時代劇、ピリオドアドベンチャードラマっていうね、まあピリオドアドベンチャーって、まあそういう意味になるんですかね。まあまあ、もっといろんな訳し方があると思うんですけどね。まあ、これ覚えたからどうなんていうこともあるんですけど、まあ、面白いなと思ったので、とりあえず時代劇と。他の言葉をこう読む気にしなくても、とりあえずもう時代劇だけですね、ここページ見るとね、時代劇、あ、そうなんだと。で、ピリオドアドベンチャードラマっていうのが入ってきたら、また、そういうページをめくってる中でも、こうやってね、まあ、わかんないですね、主演、リーディングロールとかね、まあ、これもそのままの役で、まあ、これ出たら、まあ、英語の意味もわかると思いますけどね、こんな感じで、まあ、気になるものを、やって、ほんで、だんだん範囲を広げていくっていうことでね、やっていけばいいと思います。まあ、こんな感じでね、まあ、これでまだ1日半ですけど、まあ、こうやっていくとね、まあ、こうやってまだ先長いように思われるかもわかんないですけど、こうやって眺めていくと、まあ、だんだんもう、ね、消せるのも出てきますからね。そうやって消していくと、まだ今まで見てなかったものに意識がいってくると。で、そうするとそこでまた回転が始まっていくので、そうするとだんだん消していけると。そうすると、どんどん回転楽になるということでね。で、そうするといいということですね。で、まあ、また、まあ、これをですね、完璧に仕上げようっていうんじゃなくて、またこれね、他の語彙の範囲を広げていけばいいと思いますね。そんな感じで、進めてます。で、実はですね、この、まあ、これだけやっててもちょっと虚しさっていうかね、感じたりとか、まあ、これも回転が、まあ、これの50ページのものは、これ全然まだ全部覚えてるわけでは全くないですけど、回転するのは、まあ、楽にはなったんで、ちょっと範囲を広げようと思ってですね、ちょっと形容詞、まあ、これは190ページぐらいでね、真ん中ぐらいのところが抜き出したんですけど、まあ最初の方のところをちょっとやってみようと思って、今、昨日の夜ぐらいから回転し始めてるのがあるので、ちょっとそれはまた別の次のビデオで、まあどういうふうにやってるのかということを説明したいと思います。まあそっちの方はですね、いわゆる形容詞とかということで、まあこういう単語の組み合わせじゃなくて、本当に全く知らない単語ということをどう覚えるか。ということになってきますので、もう少しね、いわゆる英単語の記憶っていうのに近くなるかなと思います。じゃあこれに関してはですね、今日はまた終わっていきたいと思います。で、まあこれに関しても、まあこれがどうなっていくかっていうのをまあ随時ですね、まあまた動画を撮影したり、まあ、やることはこういうもう本当単純なことですね。まあとにかく続けることというのと、
ちょっとでも見ることですね。で、だんだんそれが常識化していって、まあ、消してもいいし消さなくてもいいんですけど、そうやってだんだん範囲を広げていくということ。まあ、とにかく眺め続けることっていうのがやっぱりすごく大事になりますね。はい。それでは、一旦ここで終了します。